ロドス島で出土した牛とパピルス畑が描かれたクラテール。紀元前1300年頃、ルーブル美術館クラテールは古代ギリシアでワインと水を混ぜるのに使われた大型の亀である。この名称は動詞のカッパイプシロンロー、ニューニューウプシロンミューヨタから派生した。古代ギリシアでの共演でクラテールは部屋の中央に置かれた。 クラテールは非常に大きかったため満たされたまま持ち運ぶのは容易ではなく、したがってワインの水割りは別の容器で汲むことになった。実際、ホメーロスのオデュッセイアでは宴会場でクラテールからワインを汲み、走り回ってあちこちの客の逆にそれを注いでいる様子が描かれている。現代のギリシャ語で薄めていないワインをクロッシュと呼ぶが、これはワインと水を クラテールで混ぜたことに由来している。クラテールは液体を入れておくため、土器の表面に水分が染み出さないように内側に釉薬がかけられていた。中を覗き込むのが容易だったため、美的感性による部分もあったと考えられる。共演を始めるにあたり、参加者が共演の主催者、あるいは酒の普遍的な支配者を選んだ。主催者はワインの給仕を管理し、ワインを どの程度薄めるかを決め、途中でさらに薄めるか、杯を満たす頻度をどうするかなどを決めた。使うクラテールを決め、どう満たして、空にするかは主催者の権限で決められた。見極めの上手い主催者は、参加者がどの程度酔っているかを判断し、泥酔する客を出さずに共演を円滑に進行できた。古代ギリシアでは、希釈しないワインを飲むのは大変な、無作法とみなされ、 そうして飲む人物は、節度と徳に欠けた大酒のみとみなされた。古代の著作家は、長い会話に適しているワインと水の混合比率は1、3であると規定している。楽しみたい時の比率は1、2で、1、1は、どんちゃん騒ぎにしか向かず、仮に供されても深酒になるため、ほとんどこの比率で出されることはなかった。現代のワインは、水で薄めると水っぽくなって、美味しくない。 そのため古代のワインは干しぶどうなどにして、糖度を増した原料を使って醸造し、現代のワインよりもアルコール度が高かったのではないかという推測もなされている。そのようなワインであれば、経年劣化せず、輸送時の予測のつかない変化にも耐えただろう。しかし、古代の著作家は、ワイン醸造法について、あまり文献を残しておらず、この説はもっともらしいにもかかわらず証拠がないために、 立証されていない。円柱型クラテールこの形状は、コリントスで生まれたが、アテナイで多く見られるようになった。典型的な黒い式陶器である。額型クラテールおそらく紀元前525年頃、陶工、エクセキアスが考案したと考えられる。口の部分が花の額を思わせる形をしており、低い位置に持ち手がついている。渦巻型クラテールアティカ地方の様式で、 紀元前4世紀末まで続いた。持ち手がイオニア式中東の渦巻き模様のようになっている。金型クラテール賞を逆さにしたような形状をしている。金型クラテールはすべて赤い式陶器である。多くの学者は、もともとクラテールは金属製で、それを手本として陶製のものが作られたとしている。大型で有名な金属製クラテールとしてはサモス島の選手。 ポルクラティスが所持していたものやクロソソスがデルポイの信託書に捧げたものがある。初期の青銅制クラテールは2、3現存するが、そのほとんどが渦巻き型である。これらはペロポネソス半島のスパルタ、アルゴス、コリントスで主に生産されていた。古典期の間は渦巻き型が学型とともに一般的であり、コリントスと隣接するアティカの工房の生産が 活発だったと考えられる。マケドニアの紀元前4世紀の墓から渦巻型と額型の素晴らしいクラテールが出土している。特にダーバニークラーテルは古代イギリシアの金属細工の傑作とされている。ありがとうございます。